皆さんこんにちは。今日は鯉のぼりを作ります。まずバルーンを60センチくらい膨らませて縛ります。同じサイズのバルーンをもう1本準備します。2本のバルーンをそれぞれ軽く揉んで柔らかくします。1本目のバルーンを11センチくらいでひねります。ひねったところを押さえて2本目のバルーンの口巻きを絡めます。絡めたところを押さえて2本目のバルーンと1本目のバルーンのサイズを揃えてひねります。2本のバルーンを押さえて口巻きも一緒にひねります。バルーンの間に口巻きを挟みます。反対側もバルーンの間に口巻きを挟みます。これが鯉のぼりの口の部分になります。バルーンを揉んで少し柔らかくして3センチでひねります。玉ができます。折って玉をつまんで潰してひねります。ここではこれを潰しひねりと呼んでいます。反対側もバルーンを揉んで少し柔らかくして3センチでひねります。折って玉をつまんで潰してひねります。口の両脇に潰しひねりができました。続けて3センチでひねって、ひねったところを押さえて3センチでひねります。折って玉をつまんで潰してひねります。反対側も同じように軽く揉んで3センチでひねります。ひねったところを押さえて3センチでひねります。折って玉をつまんで潰しひねりにします。口の長さに合わせてひねります。ひねったところを潰しひねりに引っ掛けます。バルーンを変えて口の長さに合わせてひねります。ひねったところを潰しひねりに引っ掛けます。魚の体を作っています。続けます。3センチの玉を作ります。少し揉んで柔らかくして3センチでひねります。折って玉をつまんで潰しひねりにします。反対側も同じように3センチでひねります。少し揉んで3センチでひねります。折って玉をつまんで潰しひねりにします。バルーンを揉んで口のサイズより1センチ短くしてひねります。潰しひねりに引っ掛けます。バルーンを変えてサイズを合わせてひねります。潰しひねりに引っ掛けます。続けて3センチでひねります。少し揉んで3センチでひねります。折って玉をつまんで潰しひねりにします。反対側も同じように3センチでひねります。もう一度3センチでひねって、折って玉をつまんで潰しひねりにします。バランスを見て2センチぐらい短いサイズでひねります。ひねったところを潰しひねりに引っ掛けます。バルーンを変えて
サイズを合わせてひねります。ひねったところをつぶしひねりに引っ掛けます。余ったバルーンで尾びれを作っていきます。それぞれのバルーンを少し短くひねってひねり合わせます。熱帯魚みたいですね。大きく折ってひねります。尾びれを作っています。バランスを見て、大きい場合は好みのサイズでひねってひねり合わせます。余ったバルーンはハサミで切ります。空気を抜いて縛ります。形を整えます。鯉のぼりの形完成しました。白いバルーンで目玉を作ります。今回切れ端を使っています。少しだけ空気を入れます。5センチくらいになるように空気を少しずつ抜いていきます。5センチくらいになったら両端を結びます。1回結んだだけだとほどけてしまうので2回結びます。目が1つできました。反対側からも空気を入れるのでバルーンの先をハサミで切ります。先ほどの目から2センチぐらいのところを縛ります。結んだ先端を切っておきます。少しだけ空気を入れます。空気が多めに入ったら少しずつ空気を抜いて目のサイズを揃えます。サイズが揃ったら両端で結びます。1回だけだとほどけてしまうので2回結びます。結んだ先はハサミで切ります。目の土台ができました。鯉のぼりに目を取り付けます。口と体のバルーンの間に目を1つ入れます。反対側から出します。シールで黒目をつけます。この作業はマジックで描いても OK です。はい、鯉ができました。輪ゴムを使って鯉をポールに取り付けます。輪ゴムを両方のつぶしひねりに引っ掛けます。輪ゴムをポールに通します。今回男の子に大人気の剣のバルーンアートをポールにしました。剣の作り方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしかったら参考にしてみてください。出来上がりです。いかがでしょうか。鯉のぼりのバルーンアートは過去にもいくつか動画をアップしています。どの作品も人気です。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしかったらご覧くださいね。今回、青と赤の鯉のぼりを作ってみました。ぜひ好きな色で楽しく作ってくださいね。
皆様の高評価やコメントが大変励みになっています。いつも本当にありがとうございます。それではまた他の動画でお会いしましょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。